アルブレヒト・ペンクは、ドイツの地理学者及び地質学者、バルター・ペンクの父である。陸半球、水半球の名付け親である。ペンクは、地形学と気候学の研究に専念し、ウィーン大学の自然地理学科の国際的な評判を高めた。地形学に関しては、アメリカの地理学者、ウィリアム・モーリス・ディビスによる、地形は、幼年期、壮年期、老年期、 純平原という一連の流れで変化するという地形輪廻説に対して懐疑的だったとされるが、ベルリン大学にデビスを招いて講義をさせている。一方で、知史学や人文地理学の論文、著述も発表している。特に、ヨーロッパにおけるドイツの文化の広がりに関する研究や、フリードリ・ヒラッツェルの提唱した生活圏の概念の宣伝が知られる。画家、 彫刻家のラルフ・ビンクラーは、1966年に、ペンクを忍び、AR ペンクを筆名に採用した。ペンクの名前にちなんだ月の表の山が、ペンクさんとなる。ライプツヒの東郊外にあるロイドニッツに生まれ、両親に伴われ、ブレーメンへ移った。父が、地理に関心を持つ商人であったことと、ブレーメンで遠洋を行く帰戦を見たことにより、ペンクは、外国のことを学びたいと思うようになった。 1875年に16歳にして、ライプチヒ大学に入学、ヘルマン・コルベやフェルディナント・チルケルラから自然科学の基礎を学んだ。在学中には、ザクセンに派遣され、地質調査を行い、その報告書は、ペンクが初めて発表した出版物となった。この報告書の執筆背景には北ドイツの氷暦度が漂流する氷山によるとする。 氷流説と氷河によるとする氷河作用説の対立があった。1880年にはミュンヘン大学へ移り、1882年に発表した教授論文ドイツ・アルペンの氷河作用、その原因、その周期的反復及び地形形成への影響はミュンヘン大学賞を受賞した。この研究は表記研究の新時代を開拓するものであった。 1883年から1885年にかけてペンクはスコットランド・ピレネ山脈ドイツ国内を旅して多数の論文を発表し自身の研究の方向性として表記と地形学の研究を見出した。ウィーン1885年、ウィーン大学に呼ばれて教授となり自然地理学と歴史地理学を担当することになった。ウィーン大学の教授職の枠は 当初、フェルディナント・ホン・リヒト・ホーフェンに提示されたものだったが、リヒト・ホーフェンが招聘を断ったためペンクが着任することになったという。同時期に、私生活では1886年に、バイエルン州の作家ルート・ビヒガング・ホーファーの姉妹と結婚した。ウィーン時代のペンクは、学問的業績の最高潮で、野外巡見の重視と魅力的な講義や論文で学生を引きつけ、 アルフレート・メルツラ多数の学生を指導した。この頃に執筆した地表の形態学と表記のアルプス三脈役はペンクの代表作となった。また、この時に書いたドイツ知史はなぜこの事象が発生したかという原因の解明を中心に記述し、それまでの博物学的な寄せ集めの知史とは一線を画した。地図学でも貢献し、1891年には スイスベルンで開かれた第5回国際地理学会議の場で統一された企画の世界地図の作成を提案した。この提案は1909年のバンコクズ国際会議でのバンコクズ作成の議定書策定につながった。1905年にペンクはスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。そしてウィーン時代にはカナダアメリカメキシコ南アフリカエジプトへ出かけ、 それぞれの地域に関する論文をまとめている。ベルリン1906年にベルリン大学へ移籍し、海洋学研究所の所長、館長、陸地測量部顧問、学術探検の計画者、植民問題顧問と様々な役職をこなした。大学者、リヒト・ホーフェンの死後を受けてのベルリン大学教授職は、任が重く、当初同僚との関係も良好とは言えなかった。 ウィーン時代に比べると研究業績は少なくなったが、1910年に発表した自然地理学的基礎における気候分類の試みは重要な論文である。この論文の中で、ペンクは世界の気候を間出順、出順、半出順、乾燥、亜標説に分類した。ドイツの地理学者、ヘルマン・フローンはペンクによる 気候帯と欠片の気候区分、自身の考案したフローンの気候区分との対応関係を示した論文を出している。1909年にはディビストの交換教授としてアメリカへ渡り、エール大学やコロンビア大学などで講演をした後、ハワイ、日本、カフ、ク、シベリアを経由してき都に着いた。1914年には自然地理学の功績などに対して、 イギリスの王立地理学会から金メダルを贈られた。第一次世界大戦中はイギリスの正体でオーストラリアで生活するが、その後イギリスで交流を経験する。この時の体験談は1915年にイギリスに囚われてという題名で出版された。1917年から1918年にかけて、ペンクはベルリン大学総長を務め、ベルリン大学における 地理学などの早朝演説を打った。第一次大戦後は一時的に政治地理学や植民地理学への関心を高めたが、その後元の純粋な研究に戻っている。1923年、将来を期待していた長男のバルター・ペンクが死去するという悲劇に見舞われ、1926年にベルリン大学を退官する。1943年には自宅を爆弾によって、 破壊され、病気を抱えた妻を連れて、ヒンデンブルクに引っ越し、さらに1944年1月に、娘夫婦が手配した、プラハの病院に二室を得て生活するようになる。ここで妻に先立たれ、愛妻家のペンクは快活で優しい性格の妻を、失った後、彼の言葉からは、著しい消耗が感じ取られたという。入院生活中は教え子をはじめ多くの見舞い客があり、 1944年に84歳の誕生日を元気に迎えて、以降、病状は悪化。翌1945年3月7日の夕方に駆けつけた娘に見取られながら、その生涯を閉じた。日本の地理学者、山崎直方は、ウィーン大学に留学した際、ペンクに指導を受け、ペンクの影響で、岩石学や災害研究から地理学へ軸足を移した。 また1909年に旅行で日本を訪れ、東京帝国大学総長の浜尾真に招待され、東京帝国大学を訪れた。ベルリン大学教授時代には、物理学者の寺田寅彦がペンクの講義を受け、準見に参加している。寺田は、ペンクの講義の感想を、平名でしかも興味ありしさに富んだ立派な講義と述べ、準見時は足が速かったと述0している。 ありがとうございます。